ます。このお昼のひとときに、素敵な音楽で、楽しんでいただければと思います。早速ですが、本日の演奏者を紹介したいと思います。ピアノ演奏家の藤田真希子さん、バイオリン奏者の矢倉司さんです。大きな拍手でお迎えください。藤田さんのは、掛川市、桂川丘のご出身で、3歳よりピアノを始められました。浜松学芸高等学校芸術科音楽課程を経て、常葉学園短期大学を卒業、常葉大学短期大学部専攻音楽専攻を修了されています。現在はピアノ、ソルフェージの更新の指導に当たる傍ら、ソロ、アンサンブル、管弦、打楽器の伴奏としても活躍されています。続いて名倉さんは、掛川市の、中央のご出身で、3歳よりバイオリンを始められています。第32回、静岡県学生音楽コンクールでは第2位の成績を収められています。現在は漆原恵子氏に師事し、東邦学園大学ガレッジ、ディプロマコース2年在学中です。ソロ、室内音楽、オーケストラ等さまざまな演奏会に出演されています。音楽で掛川を盛り上げてくれるお二人の演奏にご期待ください。それでは藤田さん、名倉さん、よろしくお願いします。
皆様こんにちは。バイオリンの名倉司です。本日は、平日の昼間からお越しいただいてありがとうございます。あの後ろのお客様もありがとうございます。ただいま演奏しました曲はクライスラーの愛の喜びという曲です。とても有名な曲ですので、どこかで耳にされた方も多いかなと思っております。はい、で次に、お聴きいただきますのは、あのちょっとクラシック音楽ではないんですけれども、あのアストルピアサラという、アルゼンチンタンゴ の、 あの代表的な作曲家でして、あのこの曲を今日僕がここで演奏したいなと思ったのは、あの去年あのオーケストラのコンサートがあった時にですね、僕もあの弾いてたんですけれども、あのバンドネオン奏者の小松亮太さんっていうあの有名な方がいらっしゃって、あのその後ろで僕演奏したんですけれども、あのアルゼンチンタンゴその時にあこんなにかっこいいんだなと思いまして、あのせっかく僕があの知った曲をですね、あのなので掛川の皆様にも聴いていただけたらなと思っております。あのちょっとあの切ない聞こえたりとかするかもしれないんですけど、とてもメロディー美しいので、そこをあのお楽しみいただければと思います。では、オブリビオンお聴きください。
ありがとうございます。そうですね、ちょっとなかなか昼間から切なかったかもしれないんですけれども、僕は結構去年の暮れぐらいからアルゼンチン団子を気に入っております。はい、僕ご存知の方も多いと思うんですけれども、掛川出身でして、もう生まれも育ちも掛川です。掛川ダニみたいな感じですね。こんな感じで弾いてますけれども、掛川大好きで、そうですね、去年東京に行ってから今年で3年目になるんですけれども、年末とか夏休みとかで帰ってきて、帰ってきたらやっとこう掛川、あ、すごいいいじゃんみたいな、かっこいいじゃんと思うところが、や、帰ってくると分かって、やっぱお城もありますし、何よりも野菜が美味しい。なんかこう、これはですね、ここにいるときは分かんなかったんですけれども、僕東京に行ってご飯自分で作るんですけれども、ブロッコリーが300円ぐらいするんですね。で、昨日帰ってきてスーパー行ったら150いくらで売ってて、お母さんこれ安いじゃん、じゃそんな安くないよ、普通だよと。キャベツとかも300円ぐらいするものかと思ったら、そんなことないんですね。掛川かっこいいなって感じですよね。東京今日戻ったら友達にかっこいい川かっこいいにって言いたいと思います。はい、そんな感じなんですけれども、僕小さい頃から掛川でバイオリン弾かせていただいていて、ご近所の様ガタガタにはとても聞けないような、お聞かせできないような練習中の感じを聞かれていますので、とてもご迷惑をおかけしているんですけれども、こうやってここで弾かせていただけることで、あ、ちゃんとやってるんだなと感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございます。はい、次に演奏します曲は、シューマンの検定ですね。これはもともとドイツ歌曲で、それがそれもとても有名なんですけれども、よくピアノでも演奏されますよね。はい、シューマンの原曲をリストというピアニストが編曲したものがよく演奏されています。で、今日は僕はアウアーさんという方が編曲した版を演奏します。とても有名なので、これもお聞きになった方多いかなと思います。これはシューマンが結婚する前の日の夜に奥さんにプレゼントした愛いっぱいの曲になります。お楽しみください。
ありがとうございます。そうですね、今日お手元のプログラムの中に挟まっているチラシが2枚ご覧いただけると思うんですけれども、そのうちの1枚のですね、絵に師と一文字書いてあるチラシがあると思います。これはですね、僕の静岡県をゆかりにした音楽家が特に集まりまして、楽器も様々で、僕はバイオリンで、声楽の方もいて、管楽器が2人で、今日のピアニストの藤田さんと、もう1人ピアニストで6人で活動しているんですけれども、次、掛川でついにですね、3回目の公演をやらせていただけることになりました。まだまだ始まったばかりですね、うまくいかないところもまだあるんですけれども、これはソロだけじゃなくて、普段こう他の演奏会では見られないような編成とかでやる曲もたくさんありますよね、藤田先輩。はい、一緒にやってますので、4月15日お家に帰れられましたら、手帳をそっと取り出していただきまして、絵にしと書きいただけると嬉しいです。近くの美観ホールですので、ぜひたくさんの掛川 のお客様にお聞きいただきたいなと思っております。多分ちょうど桜吹雪ぐらいですかね、お散歩がてら縁西 のコンサートにお越しいただければと思います。これ縁っていう感じでですね、緑ではございませんので お気をつけくださいませ。はい、ありがとうございます。はい、そんなことをしている間にもう最後の曲になってしまいました。はい、最後は、ブラームスのハンガリー舞曲の第5番なんですけれども、これはもう多分全員ご存知だと思います。で、今日はその中でもそのヨアヒム版というちょっとバイオリンのテクニックが楽しく見て聴いていただける編曲になってますので、バイオリンのテクニックの方もお楽しみください。
います。もう少しだけ拍手をいただければもう一曲出るかもしれません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日お礼の気持ちを込めてですね、もう一曲、演奏させていただきたいと思います。曲は、クライスラーのテンポディメネットという曲です。僕これクライスラーっていう作曲家はバイオリニストで、たくさんバイオリンの曲があるんですけれども、クライスラーの中で一番気に入っている曲なので、これで今日締めくくりたいと思います。今日はありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。
まして第61回お昼のピアノミニコンサートを終了させていただきます。本日はありがとうございました。また今年度のお昼のピアノ